どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。3月17日、クイズ、今日の歴史。本日は、立花道雪さんの誕生日でございます。おめでとうございます。いや、これ戦国ファンの中でも人気武将ですよね。もうその強さ、肖像画見で一発でわかるもんね。この目力。目でか。眼光鋭。これが敵将だったら震え上がりますね。で、一部の戦国ファンからはベッキーって言われてんですよね。まあ名前は立花道雪で有名なんですけども、出身はベッキー家なんですよ。殿の次って書いて。だからあだ名がベッキー。で、主君はあのキリシタン大名で有名な大友宗麟ですね。九州のうち6カ国の守護にね、任命されたという九州屈指の大名ですね。なんで道雪っていう名前も大友宗麟が大友義重から出家して宗麟となったタイミングで主君に習って自分も出家して道雪という名を名乗ってるんですよね。なのでそれまでの有名な名前だとベッキー秋面さんですね。で、大友家の筆頭家老で、で、主要な戦で大活躍ですね。大きな戦、小さな戦、いろいろ含めたら、合計130戦以上戦っているようなんですけども、なんと、無敗でございます。まあ、どこまで本当かわかりませんけども、とにかく強かったみたいです。で、若い頃は自分でも刀持ったり、槍持ったりで戦ったというのもね、残されてるんですけども、それよりもやはり有名なのは、この方、戦には腰に担いでもらって戦場に行ってたと。なぜかというと、足が不自由になってしまったということらしいんですね。で、そこから派生してか、ある出来事がきっかけだったという逸話が、大友後輩記など、江戸時代の軍記物に登場しております。立花道雪さんの足が不自由になってしまった原因とは一体何でしょう。これはもう戦国好きにはおなじみですかね。で、その逸話からね、刀も有名になってますね。立花道雪さんの愛刀。さあ、では正解いきましょう。正解は、雷を切ったからでした。ある日、ゆっくりと木陰で休んでたら、夕立が来て、で、雷が降ってきたんですって。雷が降ってきて、それを近くにあった愛刀の千鳥という刀を抜いて、雷をバシュッと切ったんですって。そしたらそれがきっかけで、足が不自由になってしまったという風に言われてますね。で、その刀も雷を切ったということで、雷切と呼ばれるようになったという風に言われております。で、それ以降は腰に乗って出陣して、掛け声は、えいっと、えいとうえいとうって言って、この音頭が聞こえると相手は恐れたって話がありますね。で、立花道雪さんの戦場での家臣たちへの命令は、私の腰を敵陣の中に捨てよって。まあ、当然ね、捨ておくわけにいかないですからね。最前線で勇猛果敢に戦えってことなんですけど。で、腰の中に刀と、あ、これは雷切とは別だったらしいんですけども、刀と鉄砲を置いてたらしいですね。で、実家は別居なんですけども、立花家を継ぐことにはなるんですよね。立花家っていうのは、これも大友家の家臣なんですけども、謀反を起こして粛清されるんですよ。で、一応名門だったからっていうので、別居家からそこに養子に入るんですけども、もともとその立花家は謀反を起こした家だというので、立花道雪さん自身は立花って名乗ってないっぽいんですよね。なので、ベッキ・アキツラで出家してからはベッキ・道雪っていうのが正しい呼び方みたいです。で、養子にあの有名な立花宗茂がいますからね。立花宗茂が養子に入って、その宗茂さんの時代から立花と名乗るようになったっぽいですね。で、その宗茂さんが養子に入る前に一回家督譲ってる人がいるんですよね。これは道雪さんの実の娘、立花銀千代さんですよ。わずか7歳で家督を継いで、リアル女城主になったお方ですよ。立花山城の。で、その後養子に入った、で、婿に入った、立花宗茂とは仲悪かったっていうね。で、あと、その立花宗茂の実のお父さんである高橋常雲っていうのもいたんですよ。こことも熱いんですよね。大友家が耳川の戦いっていうので、島津家のところでご紹介しましたけど、あれで敗れて衰退してって、大友家から離れる人が多かったんですけども、その中でも、立花道雪と高橋常雲は裏切らずですね、ずっと大友家を支え続けるんですよね。そんな中、島津家が竜造寺高信を討ち取る沖田縄手の戦いっていうのが起きるんですよ。竜造寺は大友家のライバルでしたから、これはチャンスだというので、筑後の方にもう一回出陣して、大友家の支配力を復活させようっていうので、立花道雪と高橋常雲がタッグを組んで攻め込んでいくんですよね。この怒涛の攻撃、凄まじい快進撃ですよ。ただね、その中でも攻めあぐねたのが柳川城なんですよ。後に自分のね、養子になった立花宗茂さんが城主になる柳川城、あそこは水堀に守られてて天然の要害で攻めあぐねてたんですけども、その最中に道雪さんはお亡くなりになってしまうんですね。で、道雪さんの遺言は、私の亡骸に甲冑を着せたまま柳川城の方角に埋めてくれという風に遺言したらしいですね。ただまあ実際はね、そんなわけにいかないので、道雪さんの亡骸を
運ぶわけなんですけども、敵からしてみたら道雪さん、あの名将がなくなったということでチャンスじゃないですか。追撃仕掛ければいいんですけども、なんと敵軍は名将の死を悼んでですね、喪に服して追撃をしなかったという話を残されてますね。で、道雪さんの死をきっかけにまた大友家はピンチに陥って島津家が北上してくるわけですよ。そして激闘が繰り広げられたのが岩屋城ですよ。岩屋城の戦い、ここで籠城して島津軍を食い止めて最後壮絶な討ち死にを遂げるのが高橋常雲さんですね。で、この立花道雪、高橋常雲の奮戦もあって、その間に秀吉軍が九州征伐ですよ。九州に上陸してきて島津家と戦って、なんとか大友家は滅亡せずに済んだということですね。その戦いの一個がね、ここでもご紹介した鶴崎城の戦いですね。吉岡妙倫さん、女城主が島津家を撃退したというお話ご紹介しましたけども、実はね、鶴崎にはある踊りがございまして、その名も鶴崎踊りというのがあるんですけども、これね、今も毎年8月のお盆過ぎの土日に本場鶴崎踊り大会というのが開催されておりまして、国の選択無形民族文化財というのに指定されているらしいんですよ。これもね、実は立花道雪さんがゆかりだというふうに言われている踊りなんですよ。ルーツは何かというと、主君の大友宗麟さんが、女お酒大好きだったんですよ。で、政治とかもろくにしないというので、これは良くないだろうというので、立花道雪さん結構言えるタイプの家臣でしたので、これなんとかしなきゃいけない。ただ大友宗麟もそれ知ってるので、立花道雪に会おうとしないわけですよ。絶対怒られると思ってますから。なので2人の距離は広がっていくばかりだったんですけども、ある時立花道雪からある誘いのお知らせが届くわけですね。これ何かというと、今京都から美人の踊り手の方々を呼んで、毎日のように踊りを踊って楽しんでます。お酒も飲んでたんでしょうけども、そういう楽しいことやってますんで、ぜひ主もお越しくださいということでお知らせをしたらしいんですね。で、大友宗麟さんも怪しみながらも、ただ調べてみると本当に踊りだったり宴会みたいなのやってると、毎日のように、あれ、じゃあこれは行こうと思って行ったんですって。そしたら、これは立花道雪さんの作戦で、ただ単に大友宗麟さんに忠告をするにも会えないからっていうので、会うきっかけを作るためにわざわざ京都から美人の踊り手を呼んで、そういう楽しいことをやってるというので、おびき出して、お酒女のことばっかり考えてないでっていうので忠告したという話が残されてるんですね。で、その時に京都から呼んだ踊り手の方々の踊り舞がそのまま伝えられて、現在鶴崎踊りになったというふうに言われております。で、これ YouTube で見られるんですけど、でかなり身なりも派手というか鮮やかなもので面白いなと思ったのが、なんか動画見てると頭の上に鶴の織物を乗っけてる方がたくさんいましたね。結構でっかいやつ。あと、まだ私、立花道雪さんゆかりの柳川城も立花山城も行ったことないんでね、早めに参りたいと思います。以上、3月17日クイズ今日の歴史でした。今日も一日頑張れ歴史。